はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は初めてつぼみさんから年長さんまでみんなで揃って開会式と閉会式の練習を児童公園で行っていきました。途中で結構ザーザー降りの雨が降ってしまったりして大変だったんですけれども、みんなすごく頑張る姿が見られてとても嬉しかったです。児童公園に行く時につぼみさんと双葉さんと一緒にケシさん行ったんですね。桃さんとケシさんの間につぼみさんと双葉さんを挟んで行ったんですけど、ちょっとすごい心配になったんですけど、ちゃんと連れて行けるかなって心配だったんですけど、ちゃんと手をつないで優しく一緒に歩いて行ったりして、あ、お花があるねとか、そのつぼみさんと双葉さんに優しく話しかけていたりする姿も見られて、すごいお兄さんお姉さんだなっていうふうにすごく感心しました。とても嬉しかったです。またもう一つちょっと面白い、嬉しい、面白いなっていうお話があって、今日私と菊さんの部屋で預かり保育で使ってる IC カードのパソコンを準備してたんですね。そしたらパソコンの準備してたら、菊組さんの男の子に何してるのっていうふうに声かけられて、今これ準備してるんだって、お仕事してるんだっていうふうに言ったら、偉いねって褒められて、もうなんかそうやってそのちょっとした仕事をしてただけなのに偉いねって褒められて、すごい胸がいっぱいになってとっても嬉しかったです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。